さあ、時刻は7時を回りました。FM 講座を聞く皆さん、こんばんは。この時間は、わらびんちゃん応援ラジオ PTA パート楽しくアイデアランのお時間です。今日はね、いつも宮島さんが MC してくださってるんですけれども、今日は宮島さんの代わりに、この方が担当してくれます。はい、皆さんこんばんは。勝手に電波ジャックをしています。宮島さん、木菜さんの代わりに、はい、高原小学校 PTA 会長の白間が、進めさせていただきます。よろしくお願いします。白間さん、久しぶりじゃないですか、ラジオに出るのは。はい。はい。この席に座ってみていかがですか？ちょっと緊張するんですけど、とにかく楽しくやりますので、皆さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はね、白間さんがいらっしゃってるということで、まあね、今日担当校が、高原小学校となって、はい、おります。で、今日はね、今日、子供さんたちは、生徒さんたちはちょっとお休みで、職員の方々と、PTA の方々ね、今日は大人な、ちょっと PTA のお時間となって、はい、大人の時間を進めていきたいと思います。そうですね。ちょっとその、外はまた明るいですけどね。はい。はい。はい、その中で賑やかにね、はい、進めていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ、この番組ですね、皆さんからのメッセージもお待ちしております。メールアドレスから紹介していきましょう。メールアドレスは、761@fmkoza.jp、761@fmkoza.jp まで、ファックスナンバーは 098-934-8653 番です。またツイキャスユーストリームでもインターネット生配信しておりますので、FM 講座のホームページより簡単に見ることができます。環境を整っている方はぜひチェックしてみてください。さあ、白間さん。なんか話していいの？どうぞ。あ、お願いします。さっきやったことでいいですか？いいですよ。土日月曜日 PTA 三昧ですね。おー、忙しいですね。はい、1日の土曜日、高原小学校、はい、PTA のですね、うん、交流のスポーツ大会がありました。はい、ソフトバレーボール。あ、ソフトバレー。はい、今日の朝なんでか腕痛いんですよ。なんでか、ちょっとしか動いてないんですけどね。そして、はい、午後は沖縄市 PTA 連合会の宿泊研修ですよ。はい、宿泊研修。はい。そういうものあるんですね。あってですね、はい、まず研修はですね、会場がこの新しくできた、九州一の図書館、はい、お、はい、もうすぐね、パークアベニュー近ったりですね、はい、行われまして、うん、教育庁、それからヤーナレ運動、はい、1時間目2時間目と進めて、はいはい、宿泊先の読谷村に移動しました。読谷に行ったんですね。はい、お、はい、それから、はい、翌日の朝も勉強して、はい、おネットモラルについて勉強して、おー、すごい、帰ってきたと思ったら、帰ってきたと思ったら、はい、まだあった。月曜日は、いや違うんですよ、月曜日、今日です。あ、今日今日の夜は、今日ね、今日ね、はい、今日の夜はまた高原小学校の当番と、はい、もう PTA のこの番組ですよ。楽しみに来ました。あ、素晴らしい。もう PTA 三昧ということで、はい、いや、もう最後ではないけどね、このとりあえずこの3日間の締めということで、はい、はい、PTA の締めということでね、今日は1時間楽しんでもらいたいなと思いますよ。本当は締まらないんですよ。明日も集まるんですよ、また。あ、そうなんですね。もうすごい、毎日 PTA です。毎日 PTA。 はい、本当にもうよろしくお願いします。もう楽しく IA なんですね、本当にね。はい、はい、じゃあ、ということで、白間さんも言わないといけないことが、はい、これを言って CM いきますので、はい、よろしくお願いします。この番組の提供は沖縄市 PTA 連合会の提供でお送りいたします。よろしくお願いします。勝手に一人だけ盛り上がってます。いやいやいや。じゃあ1分間の CM が入って、その後すぐ入ります。自己紹介はじゃあこっちから言っていいですか？で、校長。ああ、どうしようか。こっち行って、じゃあこう行って、こうできましょう。はい。マイクは近づいてくださいね。うん、近づかないと喋れ、音が入らないんで。はい。どちらでも大丈夫ですよ。外して多分2人でお話した方が、どっちでも大丈夫です。外しましょうか。あ、そうですね、はい、はいはい、じゃあ始まりますよ。じゃあマイク開けてます。はい、CM 開けました。
た白間さんお願いします。はい、今日の出演者を紹介したいと思います。はい、何度も言いますけど私が PT 会長の白間はじめです。よろしくお願いします。拍手、いいですね、はいはい、ちょっと絵で見える人はねいいんですけど、ここにねポロシャツにあれどうやったら映るのかな、こう、はい、かわいいマーク入ってますからね、はいはいはい、後で見てくださいね、はい、よろしくお願いします。で見れますので、はい、じゃあ私の隣から副会長、はい、自己紹介お願いします。はい、皆さんこんばんは。ラジオ出演実は2回目になります。はい、はい、今回今年度初めて副会長になりました金城ゆきと言います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、続いてそのお隣お願いします。はい、こんばんは。こんばんは。はい、高原小学校 PTA 副会長、いつもバタバタしているタバです。タバさん、はい、すいません今日は風邪をひいてお聞き苦しい声をしていますが、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、続いて私から正面にですね3名いらっしゃいますけども、まずは真ん中の校長先生からお願いいたします。はい、はい、じゃあ皆さんこんばんは。こんばんは。今年度4月より高原小学校に赴任いたしました、校長の竹富誠と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい、お願いします。お願いします。続いて、はい、教頭先生お願いします。はい、はい、こんばんは。こんばんは。高原小学校の教頭の伊礼と言います。私は去年から、引き続き、2年目になります。この FM 講座も2回目であります。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。次は教務主任の、はい、はい、教務主任の玉城康と申します。子どもたちを使ってイケメンだと噂を学校中に回しております。今 YouTube ご覧になられる方はご確認できると思います。そうでもないです。よろしくお願いします。すぐ、もう真顔でおっしゃってるからもう面白くて。はい、ありがとうございます。はい、前半はこのメンバーでね、はい、このメンバーで進めていきたいと思います。後半また入れ替わりがありますけど、そうですね、はい、はい、早速私から質問していいんでしょうか。はい、はい、校長先生がですねうちに赴任してすぐなんですけども、はい、高原小学校のいいなと思ったことをちょっとね聞いてみたいなと思うんですけども、子どもたちの様子ですね。はい、お願いします。はい、はい、じゃあ、改めまして、私、今年度4月から赴任いたしましたが、同じ市内のですね、前任校は諸見小学校というところでしたが、まあ、高原小学校、割と、距離的には諸見小から近かったんですけれども、また、同じ市内の小学校でも、やっぱり雰囲気が、やっぱり変わってますね。いい意味でですね、とても、伝統のある、高原小学校ですね、創立、今年度で58年目というふうに、お聞きいたしました。で、今までのやはり、職員の方々や、それから保護者、PTA の方々が積み上げてきた、いろいろな、伝統や、それからいい習慣がですね、たくさん残っていて、学校に入ってからやはりそういうのが感じ取れます。まず、子どもたちの様子ですけれど、在籍が今、約860名と、市内でも割と、規模的には大きな方なんですけれども、大きい学校の割にですね、子どもたちが非常に落ち着いていてですね、特に、まあ、校舎改築中で今、少し校舎が古くなってはいるんですけれど、特に、いいところは、古い校舎をですね、とても子どもたちが丁寧に使っていてですね、で、その分、お掃除もすごく行き届いていて、本校は長い伝統がある黙々清掃という掃除を取り組んでいてですね。黙々清掃。黙って、まあ、本当に清掃時間、わずか、15分しかありませんので、その時間を本当に集中してですね、子供たち、どの学年も一生懸命頑張っております。まずそこがすごいなということを一番思いましたね。もちろん、後ろにはたくさんの保護者の方がいらっしゃいますので、非常に協力的で、先ほど PTA の会長さんもおっしゃってましたが、去った土曜日にPTA のソフトバレーボール大会があったんですけれど、そこにもたくさんの保護者の方が参加していただいてですね、とても盛り上がりました。私、結構来る方はちょっと休日でもあるので、もう少し少ないのかなと思っていたんですが、結構な人数が集まっていて、非常にびっくりしましたね。いい意味で。とても盛り上がって楽しい、バレーボール大会になりました。ということで、まあ、
非常にいい学校に赴任できたなということで喜んでおります。また今後ますますですね、積み上げてきたこのいい面をまたさらに磨いて、さらにいい学校にしていきたいなと思っております。はい、はい、またよろしくお願いします。素晴らしい、いいですね。校長先生全部締めた感じするんですけどでもちゃんとお二人にも聞いてみたいので、うんうん、はい、なんか高原小学校、京都先生で今度、はい、高原小学校こんなとこいいよと。市内の子たちも町の子たちなんですが、子供たちとっても素直です、うん、素朴って田舎の子たちみたいな、とっても人懐っこくですね、うん、とっても可愛いです、うん、いいところは、うん、第一印象はそんなところでしたね、はい、うーん、以上、拍手じゃあ玉城先生にもちょうどね今年から、ね、はい、赴任されてますので、はい、そうなんです、今年から来て、なんか三段落ちみたいに僕で落とさないといけないみたいな流れで、大丈夫です、はい、大丈夫ですか、はい、本当に校長先生や教頭先生がもうおっしゃった通りで、本当に子どもたちが素直ですね。であとは本当に僕たちがどうやって子どもたちを導いていけるかって、保護者の皆さんとともに協力できるかなというところが今、うんうん、私も探りながら、うん、やっているところです。よろしくお願いします。はい、拍手ありがとうございます。このような素晴らしい先生にですね、はい、囲まれて素晴らしい子どもたちも幸せに成長していきますね。いいですね。一応ここの保護者からも質問ねしていいですか、はい、お二人も、はい、PTA、はい、なんで金城さん PTA されたんですか。私は今小6の長男がいるんですけども、はい、その子が幼稚園の頃から一歩足を踏み入れてしまい、しまい、はいはい、こんなところまで、はい、はい、たどり着いたんですけども、踏み入れたきっかけは何かあったんですか。ですね、長男で初めての子で、でもともと地元じゃないんですね。私浦添出身で、うん、主人はうるま市なので、うん、沖縄市にちょっと身内とかもいなくって、じゃあもうこれはもう飛び込んでいって友達自分で作らなきゃって、すごい、でそれでもう生まれたばかりの一番末っ子の女の子、まだ授乳中だったんですけど、その子を連れてベルマークに参加したのからがきっかけで、うん、おかげさまでもお下がりもいっぱいもらえるぐらい、うん、上にも下にもお友達ができて、うん、あ、なるほど、はい、とても忙しいんですけど楽しく過ごさせてもらってます。いや、ぜひおすすめです、いいですね、皆さん、はい、はい、ありがとうございます。拍手、ありがとうございます。素晴らしい。タバさんに何質問しましょうかね何回も喋ってるような気がするが、何か特徴がある PTA の活動ありますか。高原小学校、僕あるんですよ、あるんですよ、見せますちゃんとね資料があるんですよね。あ、はいはい、すごいですよ、どうぞすいませんね、声がこんな声で。高原小学校 PTA の、まあ、行事として、はい、2つほど特徴的なものがあります、うん、ぜひ。一つがですね、うん、この隣にいる金城さんが文化部長さんを始めた時から、ね、準備していました。創作物語、うん、作品、あ、すみません、創作物語作品展っていうものがありまして、創作物語作品展、うん、はい、またじゃあその説明は金城さんから詳しくはちょっとお話しした方がいいですかね、はい、去年もそれでちょっとラジオ出演させてもらったんですけど、はいはい、お話大会を文化部が運営するんですけど、はい、お話大会って覚えて人前で喋らなきゃいけないじゃないですか。そうですね。でそれができないんだけど、うん、でもお話を作るのが好きとか物語を頭にいっぱいあるんだけど出せないっていう子たちのために書いて出して読んでもらう機会を与えて、それでまた投票もしてまた次につなげてもらおうっていう。投票もあるんですね。はい、そうなんですよ。今投票期間中で今週いっぱい今やっています。すごい。今年度までは投票は生徒と先生方のみなんですけど、結構保護者さんからの反響もあって、来年どうするかってまたちょっとまた広がってきそうな感じの企画です。これはこの作品展に出せる学年とかも決まってるんですか。全学年、高原小学校の児童だったら OK です。
これいいですね、はい、まだ2回目なんでいろいろまた改善の余地はあると思うんですけど、すごくいい効果があるんじゃないかなと思って、うんうんうん、はい、新しいあの部長さんにバトンタッチはしてるんですけど、そうなんですね。だって結構ねこういう、うん、まあ、作品とか物語を考えるのが好きな子っていうのは、うんうん、まあ、だいたいイメージなんですけど、うん、そんな人前でね発表するとか、うんうん、そういう、ね、本当に積極的なっていう感じではなくて、うん、ちょっとコツコツとね自分で作り続けてっていう感じの子が多いのかなっていう気がするの で、うんうんでね、やっぱり、ね、そうやってでも自分は作ってるけどちょっとみんなに読んでほしいけど自分では言い切れないっていうか発表するっていう勇気はないっていう子どもに関してはとってもいい発表の場っていう感じになりますよね。あ、匿名でいいですね。あそこは、うん、そうですね、あいいですね、いいですね、はい、あだったらやっぱ認めてもらえる場っていうのはとっても大事ですね。こういうところでは見てもらえるっていう場所はすごく大事かなと思って、うんうんうん、また見た子もまた影響を受けて自分も書こうってなってくれたら、またねお話を書いたり作文書いたりする力も上がってくると思うので、もっとどんどん本を読むっていう機会にもつながっていきますもんね、うんうん、はい、図書館の先生ともタッグを組んでやってます。あ、はい、あ他の学校さんでもね広まっていけたらいいですけどね、うんうん、こういう活動、はい、真似してください。小学校さんだけですかこういう作品展やってるのは。どうですかね、私の前任の部長さんが発案なんですね、うん、であの2年ぐらい私と2人で温めてやっと出したっていう形なんですけど、他ではちょっと聞いたことないですよね。私もこの番組やってて来たことなかったので、うん、ぜひねそんないろんな生徒さんたちの発表の場を広げてほしいですね。先生方も投票お願いします。はい、はい、だんだん時間ながらあと一つ紹介ですね、はい、もう一つありますよ、はい、もう一つですね、はいはい、補体部が中心となって、はい、年明けに新春ウォークラリー大会を毎年、うん、開いています、はい、あの県総ですね、はい、県総で各ポイントにいろんなクイズが準備されていて、うんうん、それを、はい、親子で回っていくんですけど、はいはい、もうこの問題も子どもたちの柔らかい頭だったらすぐ解けるんですけど、うん、結構一緒に参加してるね、うん、大人が頭を傾けてね考えたりしています、うん、そうなんですね、はい、毎年多くの親子の方々が参加していますし、うんうん、また最後にね、はい、この皆さんにちょっとした景品なんですけどがたくさん準備していて、子どもたちもとっても大喜びなんですよ。いいですね、いつも盛り上がってます、はい、いすごいですよ。すごいこの沖縄市を全部使ってって感じがしますね、うん、すごいいいですね、はい、それが沖縄は特徴ですかね、うん、音楽いかないで大丈夫かなと気にしながらなんですけど、あもう全然もうちょっと大丈夫ですよ、もうちょっと大丈夫は、うん、合間で先生たち後でどう調整しようかなと思ってます。あそうですか、はい、なんかこれだけは言いたいっていうものがあれば今のうちに、今のうちに何かありますか、はい、ほら急に言われたらできなかったから流してからです ね、 そ、 ねその間に考えようと思ったんですか、ね、わかりましたじゃあ失礼しました、はい、じゃあ今一回ねこの特徴的なものを今お話しいただいたので、はい、ここで、高原小学校さんの校歌の方をですね、はい、流していきたい、みんなで歌いたいと思います、はい、アカペラでいいですかねはい、それではじゃあお聞きください、高原小学校の校歌。本当に
もう入っていい？どうぞ。はい、もう生ですからね。すいません、勝手に電波ジャックしてます。高原小学校の城間です。はい、はい、じゃあ後半というかですね、まだ音楽入ってのですね、また先生方にちょっと質問したいんですけど、質問というかですね、なんか取り組んでることとか、先ほどは PTA の話したんで、今度は学校側でこんなことやってますよとかいうことを報告いただければ、まずは玉城先生からお願いしたいなと思います。はい、最近あったこととしまして、この学校に来て珍しいなというかいい取り組みだなと思ったのが、子どもたちがよく縄跳びを跳んでいます、うん、で休み時間を使ったり昼休み使ったりっていうこと でこの取り組みの、まあ、集大成ではないんですが、うん、子どもたちの力試しの場ということで全校でですね、縄跳び大会っていうのがありまして、うん、例えば1年生だと1分30秒飛び続けられるかとか、高学年行けば3分飛び続けられるかっていうように、全体で行っています。そうするとですね、僕自身も2年生と一緒に縄跳び飛んでみたら、1分10秒でダメでしたね。あ、やっぱり大人つらいです。お聞きの皆さんもぜひ挑戦してほしいんですが、子どもたちは多くのですね合格者が出てまして、で実はここ4年間の結果をデータを見てみますと、どん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 飛べる子たちが増えてるんですね。体力が向上しているということで、いい取り組みだなと、これからも続けたいなと思ってます。また頑張っている子どもたちに声をかけてください。お願いします。はい、じゃあ子どもたち拍手、頑張れ。次はじゃあ入江教頭先生、はい、どうしても言いたいことがあるそうなんで、まずは、せっかくこの場なので、はい、今、高原小学校は、新校舎の、工事中であって、毎日もう梅雨も明けて暑い中なんですが、もう子どもたちのために一生懸命新しい校舎を作るためにですね、職人さんが毎日汗を流してくれています、うん、この場を借りてお礼を言いたいと思います、はい、ありがとうございます。みんなでじゃあせーの、ありがとうございます。もう出来上がりそうですね。出来上がりがですね、年明けの、2月末から3月初めになります、はい、で今、校舎ができる過程が、子どもたちの教室が見えているんですね。最初は基礎の部分だったんですけど、だんだん高くなっていって、今クレーン車が3台ほど来ているんですが、本当に子どもたち喜んで今、うん、最初は、見下ろしてたのが今見上げてですね、同じ目線ぐらいになって、うん、もっと高くなっていって、とても日々変化していくので楽しみです、うん、いいですね、新しい校舎で、はい、はい、いいですね、作られていって、はい、ちょっと不便を感じてるんですけども、移動にですね、でも本当に沖縄市からですね、いっぱい協力いただいて、いろんなことを助けていただいてます。あ、ですね、はい、まあ、子どもたちが新しい環境でね学べるっていうのはとてもいいことですからね。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ職人さんへ拍手。はい、はい、それでは校長先生、はい、はい、じゃあ、私からも一点ですね、はい、またこれは保護者の皆様がもうぜひ聞いていただいている方にはまた協力してほしいことなんですけれど、まあ、どこの学校でもやってらっしゃるんですけれど、毎朝、うん、子どもたちの安全な登校のためにですね、うん、ボランティア の, 地域のお年寄りの方とかですね、うん、交通安全協会から、この委嘱、委託されて立ってる方とか、各地域いらっしゃると思うんですけど、はい、またそれとは別に学校独自で保護者の方にお願いしてですね、うん、輪番制で子どもたちの安全な登校のために交通安全指導を本校でも行っているんですけれど、うん、本校は今教頭先生がお話しあったように校舎建築中で、やっぱり工事の車両も結構こう、うん、学校の周りをですね走ることも多いもんですから、うん、より一層この安全に関しては非常に気を使う部分がありまして、うん、朝の時間は特に子どもたちの登校で子どもがいっぱいですので、うん、やっぱり安全指導がやはりどうしても必要ですので、うん、まあ、今も協力はいただいてるんですけど、なお一層のですね朝の登校時間約30分間ですね、7時40分から
8時10分まで、はい、およそ30分間ぜひ今後とも保護者の方のご協力がいただければ非常にありがたいです、うん、またよろしくお願いいたします、はい、ありがとうございます、ございます、はい、たくさんの保護者が出るとですね、はい、校長先生も教頭先生も子どもたちが安心して帰れるから、うーん、ぜひみんなでね、守っていきたいなと思います。一人でも多くの参加者が増えるように、はい、はい、じゃあ増えていくように拍手、はい、お願いします。どんどん時間なくなって、まだ大丈夫なんですか？もうちょっとできます。もうちょっといける。打ち合わせなしだったんですけど、何喋りましょう。何喋りますか？じゃあもう言い足りないことないですよね、うん、大丈夫ですか？大丈夫ですか皆さん。タバさん、じゃあ自己紹介ちょっと、なんで PT やったかが、はい、実は私も、うん、金城さんと一緒で、まあ、第一子が幼稚園に上がった時に、まあ、地元でもないので、うん、他の方たちとつながっていきたいなっていうことで足を踏み込んだのが始まりだったんですけど、あれよと副会長になってしまったのは美味しいね、お酒の場でまさかのスカウトを受けまして。大事ですねその場はね、はい、ある日突然副会長にある日突然ですか？そんなことがあるんですね。もう今3年副会長3年、はい、うん、ですかね。そうなんですね、はい、一番下の子が3歳だったのかな、はい、素晴らしい。じゃあ今ちょっと PTA なりたいけどちょっとちょっと迷っている方に一言もらえませんか？そうですね、皆さんきっと大変そうっていうイメージが大きいかと思うんですけど、実は私も仕事もしてますし、子供も4人いて、毎日本当バタバタしてるんですけど、みんなの一つのなんか一人一人の力で成り立ってる PTA なので、はい、本当にできる時にできることを皆さんが協力していただければいいかなと思いますし、ちょっと一歩ね足を踏み入れるのはドキドキするかもしれませんけど、うん、私たちはいつでもウェルカムなので、うん、素晴らしい、ウェルカムです。すごい素晴らしい発音、はい、はい、皆さんのご参加お待ちしてます、はい、お待ちしてます。よろしくお願いします。はい、ちょっとだけまとめてもいいの？僕は、はい、締めてください、はい、この場を締めるというか、本当にですね、先生方は学校で子どもたちにね勉強を教えてます、うん、で、うん、教えやすい環境を作るのを PTA の力なくしてできないので、みんなで協力してですね、はい、最終的には自分たちの子どもに還元されているわけですから、あ、そうですよね、一緒に協力してですね、うん、学校運営の力になりながら、うん、地域も巻き込んでいい環境づくりができたらなと、はい、そうするとおのずから子どもたちは成長していくかなと思ってます、うん、で、たくさんの子どもたちが可能性を広げてですね、うんうん、育っていってくれればなという意味 で、うん、いいでね、この今日は校長先生と私たちの第1部でした、うん、はい、前半ね、はいはい、お届けしてきましたけれども、ではタパさんリクエストですかね、はいはい、曲紹介してもらってもいいですか？あ、英雄のなんとかって、英雄の宣伝、誰が歌ってたんでしたっけね、でしたっけね。じゃあ言っていいですか？はい、はい、ワニマです。ワニマね、ワニマのやってみよう。
もう喋るんでした僕は。ああ、もう喋っちゃって、どうぞどうぞ。勝手に喋っています、はい。また後半戦に入りたいと思います。はい、高原小学校 PTA のメンバーで後半戦進めてまいりたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さっきより盛り上がってきたね。いいですね。あれ？あの、メールが来てるけど、メールからしようか。はい。そして本編入るまでにね、はい。はい。メールの方から、メールが届いています。はい。山田です。どこの山田さんですかね、これ。冗談です。わかる人ですよ。今日は、城間会長が司会をすると聞いて、リアルタイムで聞いていますよ。土日はお疲れ様でした。あ、散髪できましたか？散髪してきました。やっぱり今日のために気づかなかった。やっぱりいいです、はい、ありがとうございます。山田さん、はい、でもう一つメール来てる。どうやって見るの？こちらから紹介しましょうね。はい、お願いします、はい。お名前は高原小学校保護者の方ということで、はい、こんばんは、はい、こんばんは。2年生に子供がお世話になっています。私の子供も全然縄跳びができなかったんですけれども、先日の日曜参観では前跳び、あや跳び、交差跳びを披露してくるのを見てびっくりしました。毎朝の取り組み本当にありがとうございます。子供の成長が嬉しいです。ちなみに私は15、6年前に職員として勤めていたことがあり、こうして自分の子供が通うことになるとは思ってもいませんでした。はい、校舎改築にあたり思い出がいっぱい詰まった校舎に少々寂しい気持ちにもなりますが、新しい校舎も楽しみです。今後とも先生方 PTA の皆様よろしくお願いします、はい、ということでよろしくお願いします。いただいております。メッセージありがとうございます。引き続きお待ちしておりますよ、メッセージも。はい、はい、じゃあ早速自己紹介からお願いしましょうね。自己紹介からいきたいと思いますが、もうマイク片手に持ってるんですけど、こっちからですか？はいはいはい、はい、男性、私と2人しか男性いないんですよ。はい、よろしくお願いします。はい、お名前と、はい、あの役職も、はい、今年度から広報部の部長になりました金城学です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。はいはい、文化部の部長になりました新里文です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今年度5年生の5学年の学年委員長を務めることになりました麻人です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、私は、6年の学年委員長を務めさせていただいてます照屋美奈子です。私は6年生と3年生の野球大好きな息子がいます。はい、はい、私も大好きです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。皆さん、そういえば子供の話しなかったね。そうだ、もう一回戻る。じゃあ僕から戻ろうね。僕は6年3組が、はい、もう小学校最後で、子供5人いて一番最後の子が男の子、はい、です。実は僕も母校で、そうなんですか。古い校舎がなくなって、はい、体育館がなくなったのも寂しかったんですよ。あ、思い出、はい、どんどんあのもう変わっていくんですが、子供が卒業した頃に校舎ができるという、ちょっとまだまだちょっと微妙なところに、はい、ちょっと、はい、6年生が最後ですので、よろしくお願いします。次、タパさんは何年生と何年生って言った？はい、私は5年生のイケメンと2年生のお姫様がいます。はい、次、近所さん。はい、私は6年生の長男と3年生の次男、テリアさんと一緒ですね。はい、はい、で一番下に幼稚園がいるので、来年からまた6年間、あと6年半高原賞にお世話になると思います。暑いですね。はい、よろしくお願いします。はい、一緒です。金城さん同じですけど、一応夫婦です。はい、はい、一緒なので、はい、特にないです。はい、じゃあ拍手だけしましょう。ありがとうございます。はい、新田さん、お願いします。はい、私のうちは長女が今3年生で、次女が1年生にいます。でさらに下にまだ3歳児がいるので、うん、はい、また長らくこちらもお世話になります。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。うちは5年生に長男、うん、で3年に長女、また下に次女がいるんですけど、うん、まだまだ先は長いですね。はい、楽しくやっていきたいと思います。テリアさん、さっき言ったよね。まだまだある？言いました？は
じゃあ次はテリアさんから質問しようかね。はい、いいですか。何でしょうか。なんで PTA 始めたんですか。PTA ですか。あ、楽しくいくよ。はい。実はですね、私、はい、あの、さっきも誰か言ってたような聞こえたんですけど、はい、地元じゃないんですよ、うん、主人も地元じゃないんですよ、うん、だけど地元の顔してますけど、うん、めっちゃ馴染んでる、はい、で子供たちが幼稚園が高原幼稚園ではなく別から来たんですね、はいはい、子供たちもあの地元親戚もそんなになく、うん、お友達作りから始める中で、うん、やっぱり私たちも親も、そういったことからしようということで、うん、仲間作りのために、うん、はい、始めました、はい、それでたくさんも本当に仲間ができて、うん、すごい地元の人ぐらいになってます、うん、ねえ、はい、地元だと思ってました私も思ってました。別です、はい、はい、ありがとうございます。じゃ続いて浅瀬さんにも聞いてみたいんですけど、みんな聞きますからね、はい、スタンバイしておきます、はいはい、私は沖縄市出身ではあるんですけれども、うん、うちもあのテレさんと一緒で、うん、高原幼稚園ではなかったので、うんうん、まあ、テレさんに引っ張られたのもあるんですけど、一緒にこの、あの、吸い寄せられたので、うん、そういう感じかな、はい、吸い寄せられて甘いんですかな一緒にあの、うんうん、友達作りもしながら、うんうん、子供たちの様子も、うん、やっぱり見に行けるっていうことで、うんうん、始めたのがきっかけですね。あと、うん、正直あの PTA っていうのがちょっと敷居が高い感じがしていて、うん、最初は、はいはい、でもあのボランティアとかで読み聞かせとか、うん、そういうのからまずは一歩足を踏み入れてみて、うん、でそしたらやっぱり子どもたちと、うん、なんていうんですかね、友達になれる自分が、うん、で、うん、さらに子どもの友達とも、うん、友達になれるけど、子どもの様子も、うん、あと先生たちとも、うん、なんか話ができるっていうのが、うん、なんかやればやるほど、うん、もう、あ、じゃあ来年も、あ、じゃあ来年もみたいな感じで今に至ってます、うん、はい、あ、ラッキーですね、得してますね、そうですねはい、じゃあ浅瀬さんに拍手じゃあ新里さんにも同じ質問、はい、私も1年生の時にあの本当に PTA も何も分からなくて、うん、長女第一子だったので、うん、総会みたいな夜にあったやつに来てみて、うん、何をするんだろうぐらいで来たんですけど、うん、そしたらもうこの来た中から学年委員長を決めるみたいになって、うんうん、あ、そうなんだみたいな、なんかでやっぱり誰もこうなかなか決まらない空気だったので、うん、まあじゃあちょっとわからないけどやってみようかなみたいな感じで1年生の学年委員長をやったのがきっかけだったんですけど、うん、そうですね、何もわからないから余計にこうなんだろう、ちょっとこういうところに自分から入っていくことで少しでもなんか見えればなっていうことで、うん、はい、やって、そうですね、それからちょっと2年生はお休みしたんですけど、うん、今回金城さんの方から文化部の方にちょっとどうですかってことで声いただいたので、うん、まあ、せっかくだからっていうことで、はい、やらせてもらってますけど、うん、で市文化部長になってみて、うん、市の文化部の集まりとかも先週とかもあったんですけど、はいはい、なんかやっぱり高原賞は結構この金城さんとかなんかそれぞれ分ごとにこうなんかちゃんと分かる方がいて、ある程度こう教えてくれて引き継いでくれるっていうような感じがすごくあるなっていうことで思いました。やっぱ他行くと全くなんかゼロからスタートしてらっしゃる学校とかもあって、やっぱりすごくありがたい環境でさせてもらってるなっていうふうには思いますね。はい、です、はい、新田さん拍手、よかったですね、はい、はい、続いて金城さん、はい、僕はですね、はい、どちらかというと、まあ、鶴の一声じゃないんですけど、はい、妻の一声で、はい、素晴らしい声だ、はいはいはい、もう僕は全く PTA にほとんど参加してなくて、はいはい、妻がずっとやってて、妻役だったんですけど、はいはい、なんですけど、まあ、今年からやったらみたいな形 で、うん、でそれで、まあ、じゃあ PTA 入ってみようかなってやったんですけど、はい、なぜか部長に任命されてしまってなぜか、はい、それで今こっちに紅茶にはい、やってる状況です、はい、はい、ありがとうございます、はい、やってどうですかねとか PTA に関わってどうですか金城さん。いや、楽しいですね、はい、はい、でこれからずっと楽しくできればなと思ってるんで、はい、でまた、まあ、僕にね広報部が任せられて、うん、よかったなって思えるようになってくれたらいいなと思ってます。おー、頼もしい、はい、すごい皆さん聞いてますから今ラジオのね、はい、PTA 楽しいからやらないと損だよっていう話ですよね今ね、やったら得しますよっていう話ですね、そうですね、
これがこのラジオの本当根本なんですけどね。本当にもう出られてる皆さんみんな言いますから ね参加してよかったってみんな言いますからね。本当にやってみないとわからないことであるんですけど、本当気軽にね、足をまずね踏み入れて、はい、友達作りから始めていっていただければなと、難儀なね、っていう話もねどっか出てくるんですけど、それ以上に得るものがいっぱいあるんでね、ぜひ高原賞のあれですね、 PTA はパパッと手伝いっていうのありましたよね、はい、PTA がありますよ、はい、あれ素敵だなって思いました、はい、なんか、はい、あの 部の紹介の時にやってるやつです、はい、やってるやつですね、はい、はい、ガサガサないといけない、ガサ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 手伝い、明るい学校作りだったと思います、さすがたまさん、すごい。次何か質問ありますか？今みたいに、ね、答えられないとこもあるやつがあるかなと思って僕は、うん、僕は切ってしまってる、大丈夫？大丈夫です、はい、大丈夫、はい、今じゃあなんで PT やったかの話して、 PT やってよかった話を今度聞きたかったんですけど、うん、それも喋ってたし、テレさん喋った？ PT やってよかったこと、やってよかったことたくさんありますよ、うん、ほらお願いします。じゃあまずやっぱり友達が増えたのも一番ですし、うん、子どもたちが本当に、大変な時、悩んだ時とか、うん、ちょっとそういう時でも心配な時、うん、学校に慣れずに、うん、もう泣いて朝登校させたこともあったんですね、うん、そういう時にやっぱりたくさんの先生方があの仲間、うん、ボランティアの方とかねいるじゃないですか、うん、そういう方たちが本当に見守ってくれて、うん、うちの子も成長したなと、うん、本当にそのみんなの周りのおかげでもう無事に学校もなんとか進級して、うん、まあ小学校ですからね、うん、そういうのはないと思うんですけど進級するのは当たり前だと思うんですけど、うん、はい、ちゃんと学校通えたと、はい、もう周りに本当に助けられました、うん、ともう一つ、はい、うちの息子たち野球してるじゃないですか、はい、で野球でいろいろね、はい、お世話になることも多々あって、あこの紹介も、はいはい、またちょっとついでにいいですか、僕持っとく、あ僕持ち持っとく、いえ大丈夫、野球部一緒なので、あどうぞどうぞ、はい、はい、大丈夫です、はい、実はすごい活躍してるんですよ、はい、どちらでいいんですか、こちらでいいんですかね、あどこかカメラあるのかな、これでいいんですか、これカメラ映ってる、はいはい、あこれ映ってるって、はい、はい、高原小学校で練習してます、ヨギファイターズ少年野球チーム、固くなりますね、少年野球チームなんですが、8月の18 19日から福岡の市長杯に、推薦をいただき、はい、参加することが決まってます。でそれに向けて子どもたちも練習に、日々頑張ってるんですが、うん、お父さんお母さん父兄の父兄も、父母会も、その資金造成で必死にもう動き回ってるところです。はい、はい、見えるんですかね、こちらまで何かねこっちまでね、こっちまでこっちまで、こちらまで、よろしくお願いします、はい、はい、どうもありがとうございます、頑張れ、ありがとうございます、頑張れ、いえいえいいですよ、大事です大事です、もう一個だけじゃあ紹介しましょうね、はい、ハンドボールチーム小桜ジュニアがあるんですけど、はい、女子なんと初めてです優勝、おお優勝、沖縄市、はい、素晴らしい、ジュニアでは小学校の時なかったんですけど、尾藤中学校行ったらね優勝もあったんですけど、小学校のクラブチームでは女子は初ですね、はい、頑張ってる、今父母会やってますけど僕はここにいます、あもう忙しいです、体も足りないですね、はいはい、コピー欲しいんですけど ね、はい、他にも何かいいとこありますか、なんかチーム活動やってよかったことないですか、なんかお父さんの声が聞きたいですね、なんかどちらかというと ね PTA ってお母さんたちの参加のイメージですけど、やっぱお父さんたちのねちょっと意見も聞きたいなって思います、今日二方お父さんがいますので、はいはいはい、やってよかったこと、はい、もう僕喋ったら長くなりますよ本当にやらないと損だと思います、はい、例えば簡単に言うと、子供に頑張れって言ってですよ、お父さん頑張ってるかって見えないじゃないですか、じゃあ、ね、積極的になれって入っていったらいつの間にか会長やってるんですよ、ね、積極的になったんですよ、だからそうじゃあ子供も積極的になっていくし、本当に例えばでしょ、さっき言った出身期があるんですよ、僕女の子が上4人いたんでね、やっぱりねいろんな悩みをここで話すと、はい、実は私もあった、あっちもあった、ああみんなあるんだと、あこんな時どうしたんだというねアドバイスをもらったりするとですね、家庭がまたいい方向に行くんですよ、だからこそ PTA で集まって子供の話をした方が僕はいいかなと思ってますね、で
よく言うのが、うん、子育て子供5人いるんですけど、うん、正解がないんですよ。正解があったら、うん、同じようにちゃんと育ってるんですけど、みんな違うから、だからこそこういう話し合いが、うん、仲間がいた方がいいかなってとっても思ってますよ。だからぜひ積極的に参加してもらいたいなと思ってます。はい、はい、私から、そうですね、僕から、はい、やってみてよかったなというか、やっぱり学校に出入りする機会が増えたんで、やっぱり子どもたちの友達から誰々のお父さんというのがものすごく多くなって気がします。逆にこっちも友達の名前を覚えたりして、であと先生方も、まあ、顔が知ってきて、まあ、お互いがちょっとずつ顔見知りになってきてるので、それは一番良かったかなって今のところ。顔見るってのが一番、はい、そう思ってますね今のところは。まだそうですね、実質は5月からなので、まだちゃんとしたの分かってないん で、はい、で今はそういう感じですね、はい、大丈夫ですよ、すぐ会長になりますから。ゆっくりです、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 ゆっくりだろ、階段登ってってください。着実に道はできるので、揉まれてから、はい、あの、はい、あのでもその立場になってしか経験できないことがあるんですよ。だからやった方がいいよっていうのそこなんですよね。あの例えば目線が同じところで見てると、ちょっと上から見ると全然違う、ね、景色が見えるわけですよ、はい、だからちょっとずつ役職は役得って言いますから受けた方がいいと思いますよ。なるほどね、はい、どのタイミングで紹介しますか。あ、そうですね、じゃあ今紹介しましょうかね、はいはい、あのメッセージも来ています、はい、前 B 中会長さんですかね、はい、はい、はじめさんさすがです、はい、進行上手ですね。急なお願いに答えてくれてありがとうございましたと、はい、前 B 中会長さんからいただいて、はい、電話がありました、はい、月曜日宮城さんいないってよ、宮城さんいないってよ、あ大丈夫よって言いましたけど、そして今ここにいますっていうことですね、はいはいはい、でツイキャスでもねちょっとちょこちょこメッセージが来ていまして、若いお母さんがいますねということで、誰かしら、私かしら、私かしら、お母さんがいっぱいいる。はい、ということで皆さん頑張ってくださいということで、もう応援メッセージありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、さあ残りあと5分となって、あと5分喋り足りないことなかったら喋らないといけないんですけど、はい、はい、いかがですか、はい、言い残したある、あ、はい、じゃあお願いします。すいません、はい、文化部卒業してここにいるんですけど、はいはい、いいですか、文化部の紹介を。お願いします。はい。はい、まだ先の話なんですけど、はい、高原署ユンタク会っていうのもやっていて、はい、あの、先ほどからいろいろ皆さんからお話しあったように、PTA に入るのはちょっとっていう方に、ちょっとあの、お手伝いをしてもらいながら、この雰囲気を味わってもらおうみたいな形の趣旨なんですけど、いいですね、はい、ユンタク会っていうのを、あの、朝から子供たちの下校の時間まで出入り自由で、ちょっとあの、お茶が出したり、ご飯も出したりしながら、子連れでできるような形で、これも3年目になるのかな、ぐらいやってるんですけれども、これも秋と、年明けのまたね2月3月新学期の準備の期間にちょっと設ける予定なので、ぜひ高原省の、はい、父母の方は今後あの、学校から出る文書とかしっかりチェックしてもらえたらいいなと思ってます。ぜひここから、はい、始めてもらえたら、はい、はい、子連れ全然 OK なので、はい、子供連れてぜひ、はい、去年カレーいただきました、はい、なんかその前お蕎麦もやりました。お蕎麦、はい、そうそう、結構がっつりな感じなんですね、はい、合わせ蕎麦さんのご協力を得て、いい、ね、ちょっと駐車場の方もお借りして、ね、はい、協力してもらって、地域の協力も得て、こうやって運営しているので、いい、ぜひ来てほしいと思います。大丈夫ですか、はい、よろしくお願いします。はい、本当にいろいろね、みんなが企画してくれてるんですね。ここにいるのは一部、はい、はい、本当はあの、はい、ね、他の学年委員長、はい、専門部長いるんですけど、はい、本当にそれぞれのみんながですよ、一生懸命頑張ってですよ、活動してるから、私たちが今表で出れてるわけですよね。あそこの裏にもいるんですけどね、いるんですけど、敏腕事務員さんが、ああいう、ね、皆さんの支えがあって本当ですよね、高原小学校の PT が運営できてるんですよ、はい、はい、素晴らしい、一人一人の力の大きさっていうのを感じますね、はい、ね、PT 会員に拍手送っていいですか。あ、もちろん、はい、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。なん
か締めに住んでるみたいだけど、まだ時間あるんですよね。まだあと2分ちょっと。あと2分しかありません。はい、あと2分言い残したことない？本当に。そうか。じゃあ、私も、はいはいはい、ちょっと子供が、はい、もしか引っ込み思案なところがあったのが、ちょっとちっちゃい頃からずっと気になってたんですけど、うん、やっぱりこう活動して、去年のお話大会の時とかに、ちょっと余興で子供たちの前に出て、うん、自分ちょっと着ぐるみ着て、はい、ちょっと遊ぶような感じのことをやったんですけど、うん、なんかやっぱりこういうのをやると、本人もちょっと嬉しいみたいで、うんうん、なんか、あ、なおのお母さん出てるよ、出てるよ、みたいな感じで、うん、なんかやっぱこういうのも子供のちょっと気持ちがアップするきっかけだったりとか、うんやっぱ PTA のお便りもなんかみんなに配るものじゃないのをもらってくるっていうことでもなんかちょっと嬉しかったりしてるみたいなので、そうそう、うん、そういうなんかこの気持ちの上げ方もあるのかなっては思いましたね。はい、よかった。実は皆さん聞きたかったんです、うん、PTA をやることでお子さんが何か変化がありましたかっていうのをとても聞きたかったので、はいはいはい、ありがとうございます。ナイスです。もうこの番組のもうなんていうか趣旨と言いますかね、うん、もう本当に今回は本当に PTA の皆さんの声がいっぱい聞けてよかったです。やらんと損だということが分かったと思いますよ。はい、はい、いい影響がいっぱいありますね。来ないでとかは言わないですよね。私も1年の時に委員長やって2年生の時はちょっとお休みして、うん、また3年生どうしようかって考えた時に、うん、長男が、うんお母さんやらないのって委員長やらないのって後押ししてくれて、じゃあやろうかなと。お子さんの後押しがあって、結構前私が前に出るのとても目立ちたがり屋なので、前に出てくるの嫌うんですよ、でもこれだけは後押ししてくれて、それで6年まで、はい、頑張ることになりました。はい、子供に感謝です。見てますね、はい、ちゃんと親の後ろ姿を見てるということがよくわかりました。はい、どのタイミングで入るかだけ教えてよ。そろそろじゃあ、はい、もうそろそろね、もう時間となってしまいましたので、もう終わり。はい、もうあと次の8時間の時間も使いましょうかね。あと30秒しかありません。あと30秒しかありません。じゃあ、最後にみんなにですね、はい、拍手を送って、はい、私が最後これ言わないといけないんだよね。そうですね、はい、じゃあ今日参加した皆様に拍手。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ僕読むよ。お願いします。はい、この番組は沖縄市 PTA 連合会の提供でお送りいたしました。皆様ありがとうございました。ありがとうございました。